どうしよう、戦車呼ぼう、戦車呼ぶよ、戦車怖い、やべ、あれ戦車来たか、来たな、どこだ戦車、あれ戦車がいねえぞ、あれ戦車がいねえぞ、あいたいたいた、あれおい乗れねえぞ、おいお前お前乗れねえじゃねえかも、バックオーライ、バックオーライ、バックオーライ、どこだ、ブレット返してくれる、俺がブレット返してくれるから、俺は戦車には自信がある、取れない、アーマー取れない、アーマー、アーマー、ほら取った、お、エラ来るな、俺もつらい、ウィーン、ほらほら家が邪魔だな、やばい、これはまずい、激しい、激しいね、バンバン激しいね、これでいいわ、おい邪魔だもん、重大な情報が明らかになりました、これ説明にゴリラのマザーシップが集結しているというのです、先ほど EDF はこの情報が真実であることを認めました、 EDF はすでにこのことを知っていたのです、私たちは情報を秘匿していた EDF に抗議を行っていきますが、重要なのは
足が遅い。あ、やばい。どうぞどうぞ。ホーリアーの襲来と時を合わせるように巨大生物が活動を再開した。フォーリナーと巨大生物は何かしらの影響を与え合っているというのか。武装装甲車両増え、調査しよう。ん？何？再び姿を現した巨大生物。我々はそれを突然のことと捉えていますが、フォーリアはすでに来ていたのです。巨大生物が地上へと出てきたこととフォーリアの襲来は無関係とは思えません。おお、マックスだ。まだ いるね、あんなに。すげえな。驚くべき情報です。マジか。月面に集結しているマザーシップは10隻とのこと。単純に考えても前回の10倍の戦力です。人類はこの時に備えて様々な準備をしてきました。しかしこれほどの大軍は想定していません。果たして EDF には対策があるのでしょうか。私は俺の好物だ。無茶して怪我するよ。して帰らないとな。そううまくいけばな。まねえな。理由はあるのか。手離したらダメだ。なんだあれ。あそこなんだあれ。またあの店に行こう。行
生きて帰れたらな。絶対だ。大丈夫だ。大丈夫だろうね。大丈夫か。戦車ももらった。あ、戦車。おお、溜まってねえじゃないか。戦車溜まねえか。進めて。このエリアを守るぞ。いいぜ。この戦いが終わったら結婚するんだ。みたいなのは縁起が悪いらしい。いいこと言うぜ。生き残ってやるぜ。絶対に俺たちの強さを見せてやろうぜ。さあ、イエスさん。その続きは明日だ。はい。敵は気づいていません。気づいてないの。やばい。フェンスに。やばい、すごい蜘蛛の巣。やばいやばい、やばいやばい、これはやばい。見てる、交代しながら。重大な問題が発生しました。フォーリナーの船団が移動を開始。何だと？月面から地球へ向かっています。クソ、10隻を相手に対策などあるものか。いくら EDF が力を増したとはいえ、ひとたまりもないぞ。ない。すでに各地のレーダーは最大出力で稼働中。全サイロをオープン。超音速ミサイルテンペスト発射態勢です。赤道のリニアキャノン起動シークエンスに入っています。大気圏突入時を狙い、マザーシップの撃破を試みます。リニアキャノン発射と同時にテンペストによる長距離攻撃が開始されます。それでも全ては落としきれない。地獄になるぞ。ポイントを移動する。あの店には行ったか。